2003年9月14日、アイバホでのサンダーバーズの展示飛行中に、イマイナス16から a s セズ2射出座席で脱出するアメリカ空軍のクリストファー・ストリックリン少佐。少佐に怪我はなかった。a s セズ2は、レーセオンテクノロジーズのコリンズエアロスペース部門が製造した射出座席システムである。a s セズは、アドバンストコンセプトイジェクションシートの頭文字を取ったもの。 A-10, 回 -15, 回 -16, 回 -22, 回 -22, 回 -117, B-11, WB-57, B-2 などの航空機で使用されている。2013年時点で1万隻以上の衛星頭痛が生産され、5000隻以上が世界中で利用されている。アメリカ空軍が座席の権利を所有しているため、 交換部品の競争的調達がしやすく、ライフサイクルコストが最も低い第三世代座席として業界で知られている。さらに、就航中の5000座席の購買力と以前の対応年数延長プログラムにより、サポートコストがさらに削減されている。この座席は第三世代とされ、先進的な機能を備える。例えば、脱出状況を感知し、 乗員にかかる力を最小限に抑えるために適切な減速用パラシュート及びメインパラシュートの展開を選択する。座席は完全に冗長化されたデジタル電子シーケンサによって制御されており、座席が空中を飛び、乗員を安全に地上に降下させるための適切な座席部品を決定し、起動する。このシーケンサーは墜落データ記録装置を搭載する。 この記録装置は、後の墜落調査時に分析可能となっており、脱出の運動状態や、自傷中の乗員への負荷がわかる。座席推進システムは乗務員の体重を補正する技術が特別設計されており、103ポンドの小柄な女性乗務員が245ポンドの男性パイロットと同等の加速を得られる。この座席は、デジタルシーケンス、上調性の追加、 安定性の向上、四肢拘束、構造のアップグレード、受動的ヘッドレストネックレストなど計画された製品改良プログラムにより長年にわたって更新されてきた。ASS2 の射出時の障害率は600回以上の生還した脱出で証明されているように世界で最も低い部類に入る。背中の負傷率は他の多くの射出座席では20から40%で、 あるのに対し、衛星図射出座席では1%に過ぎない。A-10、k -15、k -117、B-1 11、B-2 では、キャノピー陶器システムと緊急脱出の両方を作動させるために連結した発射ハンドルを使用する。両ハンドルは同じことを実行するので、どちらか一方を引くだけでよい。回 -22、WB-57、 赤いマイナス16では、コックピットのスペースの制約から、パイロットの足の間に、ハンドルが1本しかない。AS、S、2通射出座席の背面飛行時の最低射出高度は、150ノットイアスで、地上高度約140フィートである。座席性能は、ミルウェスマイナス9479に準拠しており、各航空機の用途に合わせて調整されている。 コックピットを出てすぐにメインパラシュートを展開することで250ノットスイカでの優れた地形余裕高度性能を実現している。またメインパラシュートを射出シーケンスのこの早い段階で展開できる唯一の放出シートでもある。エーセズ射出座席はもともとカリフォルニア州ロングビーチでマクドネルダグラスによって開発・生産された。 ウェーバーエアクラフト社もまたアメリカ空軍のリーダー、フォロワープログラムの一環としてこの座席を生産していた。1980年代後半にマクドネルダグラスの生産ラインはカリフォルニア州ロングビーチからフロリダ州タイタスビルに移転した。ウェーバーエアクラフトのエーセズ生産ラインはアメリカ空軍の射出座席の需要が低下したため最終的に閉鎖された。 1990年代後半には、ボーイングとマクドネル・ダグラスが合併し、合併後も、ボーイングの名を維持している。1999年、グッドリッチはボーイングから、エーセーズ製品ラインを買収し、最終的にコロラドスプリングスにある、グッドリッチが所有する、エアクラフトマニュファクチュアへ生産ラインを移転した。2012年には、ユナイテッドテクノロジーズ・コーポレーションが、 グッドリッチ社を買収した。2018年、アトックは、ロックウェル・コリンズを買収し、アトックエアロスペースシステムズと統合して、コリンズエアロスペースを設立した。現在、エーセズシート製品ラインは、コロラド州コロラドスプリングスにある、コリンズエアロスペーススペシャルティシーティング社と、カリフォルニア州フェアフィールドにある、コリンズエアロスペースユニバーサルプロパルジョン社によって、 製造され続けている。ありがとうございます。